皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回は私の相棒のハリアーのリレーアタック対策をご紹介したいと思います。といってもこのリレーアタック対策、トヨタさんがご用意してくれたものなんですけどね。ではまずリレーアタックとは何ぞやということなんですけれども、まあ、テレビでご覧になったことがある方があるかわかんないんですけれども、1人がなんかでっかい板ですね、あんな受信機みたいなのを持って、もう1人が普通に開けるというものですね。まあ、簡単に言えばあのでっかい板が、普通の携帯のこれですね、スマートキーのようなものの役割をして開けるというものですね。でこのスマートキーには電波が発せられていて、近くに行ったらドアが開けられるっていう仕組みだと思うんですけれども、それがあの黒い板、受信機がその役割をしてドアを開けるというシステムですね。実際にやってみますね。まあ、鍵を近くに持って行って、あ、鍵開いてましたね、すいません。こんな感じで鍵閉めますね。で鍵を近くにある状態で開くというような形です。でリレーアタック対策というものは、まずちょっとこちらの閉めるキーを押します。押しますね。ちょっと難しい、ちょっと両手使わなきゃいけないんですけども、閉めるキーを押しながら解錠キーを2回押すというものです。ちょっとやっていきますね。やれませんね。こうですか、こうだ。閉めるキーを押しながら、閉めるキーを押しながら2回押す。開いちゃいましたね。閉めるキーを押しながら、押しながら2回解除を押すと。開きましたね。ダメですね。よし、じゃあもう奥の手だ。スタンドを立てましょう。最初からやるってな。はい、閉めるボタンを押して、押しながら解除キーを2回押す。そうするとライトが4回ここなんですけど点滅したの分かりますかね。ちょっと分かんないですよね。まあ、ちょっと点滅した体でやりますね。でそうすると分かります？開かないんですよ。ミラー閉じてますよね。開かないんですよ。これがリレーアタック対策です。で要するに節電モードというものだそうです。これがトヨタさんのリレーアタック対策です。もう近くに鍵があっても開かない。ちなみにこっちやってみましょうか。こちらもちろん開かないですよね。で節電モードを解除するにはどれかのボタンを押せばいいので、開きました。で鍵も元通りですね。これも開きましたね。これがトヨタさんのリレーアタック対策です。ということなんですが、分かりましたでしょうか。ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、これ説明書にも書いてありますので、あとトヨタさんのホームページにも確かありましたね。 YouTube でやり方も書いてありました。このハリアーだけなのか他の車もできるのかちょっと分かんないんですけれども、このハリアーの場合は、ここの施錠ボタンを押しながら解除ボタンを2回ポチポチと押して節電モードに入ると。でここの点滅が4回ポチ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 なれば節電モードに入りましたよということだそうです。はい、では以上でなります。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。今回はリレーアタック対策ということでご紹介しました。これねやっぱりぜひね、新車で盗まれたら嫌ですもんね。節電モードをやっていている方がいいかなと思います。まあ、毎回のことを神々で申し訳ございませんが、動画以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。